31歳、結構ひとみちゃん黒いでございまして、デビューもね、そうですね、26歳と割と遅咲きの歌手なんですけども、はい、会社に勤めていて、はい、それから、はい、歌手をやらせていただいて、はい、会社になれてよかったんですけど、ひとみちゃんデビューした時は、はい、なんと演歌歌手なんですよね。そうなんです、はい、男はアリアナという曲が、はい、演歌をデビューして、はい、今でも演歌を歌ってるんですけど、今日はここでね、はい、演歌を歌ってほしいんですけれども、はい、まあ、普通に演歌を歌わないですよね。まず演歌を歌う前に謎かけやりますね。そうですね、はい、はい、では、はい、演歌をお題に演歌とかけてどうでしょうか、はい、演歌とかけまして、演歌とかけまして、はい、うん、ボクサーとボクサーと解きます、はい、ボクサーと解きます、はい、その心は、はい、どちらも拳が大事でしょう。ボクシングいいですよね。いいですね、それでは、会場の、はい、匠レポーター、はい、今日はですね、うん、プロボクサーを、うん、はい、がお見えになられております。さあ、はい、日本ウェルター級の新人王、藤中周作選手、はい、じゃあ匠さんちょっとインタビューしてください、はい、こちらのイケメンのボクサーの、はい、いつもね、あの、とってもイケメンですね、はい、じゃあ藤中選手に大きな拍手をお願いします、はい、将来の世界チャンピオンでございますので、ね、注目してください、はい、じゃあね、あの、早速ちょっとね、ボクさんのね、はい、ために質問したいと思います。はい、お願いします。なんかね、もうこの時期ね、正月太りがね、気になる前にちょっと痩せたいななんていうふうに思うんですけど、うん、いいダイエット方法とかありますか？あります。あるあります。はい、聞きたいですね、はい、じゃあちょっといただいて、皆様に、まあ、真冬寒くて、ダイエットが難しいって方に、アドバイス、そして運動を苦手っていう人にも、まあ、一つアドバイスがありまして、まず運動する前は体温を上げて運動すると基礎代謝が 12% 上がります。そして1度上げれば 12%、そして免疫効果も 30% ですね。これはボクサーは皆さんやっぱ減量時ですね、免疫がどうしても落ちてしまうんです。なので体温を上げて、まず朝のロードワークに出かけると。なので、コーヒー1杯でも、白湯でも構いませんので、まあ、一番は、お風呂に入ってその後に走る、まあ、めんどくさいんですけども、それが一番なんで、それができなければコーヒー1杯でも白湯でも、体温を上げてから、運動をすると、免疫効果も基礎代謝も上がりますので、皆さん健康で、どうもありがとうございました。体温を上げるにはコーヒーを飲んでからちょっとお散歩行くというか。あ、そうですね、はい、お散歩でも何でも仕事前にですね、大体男性で、まあ、普通の基礎代謝で、あ、女性でですね、1500カロリーありますんで、まあ 10% でも150カロリーは、上がりますんで、それを毎日続ければですね、徐々に体重が落ちますんで、健康に綺麗になっていきますので、ぜひ男性の方もやってみてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、藤中選手を応援してくださいね。はい、はい、イケメンなんでね、応援しましょう、はい、そうですね。先ほどはひとみちゃん、ベースボールプラネットで野球のボールを投げましたが、今度はピンポン玉なんですが、ひとみちゃんにラケット持ってくれるんだったら忘れました、今日は。どうも皆さん、ひとみちゃんに。なので、口で。無理、投げますか、はい、はい、全部でね、6個あります。はい、じゃあ、まずアリーナ、3回戦から。3回戦から。はい、どこ行きますか。3回戦で、はい、失礼。あと2つ、はい、
ゃグッズと交換したいです。では演歌です。何歌っていただけますか。祝い酒を。